回鍋肉のね、回鍋っていうのはこの鍋を2回使うっていう意味ですね。お肉にしっかりとね、焼き色をつけていくのがポイントですね。お野菜とか入れる前にね、この鷹の爪と山椒を入れてください。そうしないとね、こう香り出ませんので。皆さんこんにちは。本日は大阪新町にお店を構える中華料理四中華空心の大沢シェフにお越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日ご紹介していただくのは少し本格的な回鍋肉でございます。はい。分量に関しては下の動画の概要欄に記載してますので、こちらをご覧ください。そうですね、回鍋肉というとね、日本で言うとキャベツと豚肉の味噌炒めっていう感じだと思うんですけども、はい、本場四川行くとですね、このキャベツっていうのはもう一切入ってなくて、葉ニンニクですね、ニンニクの葉っぱの部分の豚バラを炒めたのが回鍋肉っていう感じですね。キャベツが入ってるのは日本だけっていう感じで。あ、そうなんですね。そうですね。まあでも今日はね、なかなか葉ニンニクが入りにくいので、まあ今日は日本のキャベツと、まあ、葉ニンニクの代わりにこのニンニクの芽を使っていきたいなと思います。はい、はい、分かりました。早速キャベツですね。キャベツの旬の部分を落とします。はい、キャベツは一口大に、ね、ちぎっていきましょう。あんまし、ね、小さくちぎるよりも炒めたらね、どうしてもペシャッとなってしまいますので、ちょっとね、大きめ、食感がね、大きくし、はい、キャベツが主役になります。はい、はい、こんな感じですね。で一緒にね、もうさっと水にくぐらして、もう水は切っておきましょう。はい、それと、白ネギですね。でも結構大きめに。そうですね、もう薬味兼具という感じでね、はい、しておきましょう。はい、それとニンニクの芽、ちょっとね、下の部分がね、硬いところあるんで、少しだけここもね、落としておきましょう。はい、これもね、一口大に切っておいてください。はい、それとね、回鍋肉で豚バラ肉ですね。はい、はい、今日はね、この塊のまま、スープの中でね、20分ぐらい茹でたものですね。はい、この回鍋肉のね、回鍋っていうのはこの鍋を2回使うっていう意味ですね。だからこの茹でた鍋とこの炒める鍋でね、一回こう火を通した豚バラ肉ですね。はい、ちょっとね、こういう感じでいきますね。ちょっとね、分厚めに切った方がね、このお肉の存在感があって美味しいですね。こんな感じですね。はい、はい、じゃあ鍋にね、大さじ1杯の油。はい、じゃあそこにね、豚バラですね。はい、このポイントはですね、このお肉にしっかりとね、焼き色をつけていくのがポイントですね。はい、それがね、お肉が香ばしくなって、美味しさにつながります。でね、この豚バラからね、この油が出てくるんですけどもね、日本の方はこれちょっと油いっぱい出てると思うんですけどね、やっぱこれがね、美味しさなんですね。じゃあ、浮かした。はい。じゃあね、そこにね、ちょっと鷹の爪入れていきますね。はい、ちょっとたっぷりと本格的な感じ。そうですね、はい、多いですね。多いですね。これぐらい入れちゃいましょう。それとまあ、四川の山椒があれば、今ね、言ってますんで、フォアジャオって言われて山椒ですね。香りが。はい。でね、これポイントでね、お野菜とか入れる前にね、この鷹の爪と山椒を入れてください。そうしないとね、こう香り出ませんので、唐辛子のね、香りがしてきましたら、ここにね、ニンニクですね。はい、ニンニク。はい。そこに、ニンニクの芽ですね。ニンニクの芽。で、白ネギ。
ここに豆板醤ですね。豆板醤。彩りが綺麗ですね。そうですね。そうですね。で、豆板醤の香りがしてきましたら、甜麺醤ですね。はい、そこに先ほどの水につけておいたキャベツですね。ここでちょっとね、火をしっかりと強めてください。キャベツ入れた後に。そうですね。はい。こんな感じですね。はい、でキャベツもね、生で食べてもね、美味しいお野菜なので、うん、ここまでね、火を通すって感覚でなくてもいいと思います。はい。で、合わせ調味料ですね。で、そこに片栗粉、水溶き片栗粉ですね。はい、そこにラー油ですね、ラー油。しっかり入れますね。やっぱりこれはですね。で、香りにごま油。で、これでもう完成ですね、最後。キャベツの食感もありながら感じですね。すごく香ばしいですね。香りが唐辛子の香りと山椒の香りと、はい、感じで完成ですね。大沢シェフ流のホイコーローの完成です。それではホイコーローをいただきたいと思います。どうぞ。いただきます。もう美味しいです。ありがとうございます。とっても美味しい。お肉が柔らかくて、もう様々なこの調味料、スパイス組み合わさって、もう とにかく美味しいです。ありがとうございます。そうですね、これでね、ご飯と一緒に食べてもらうとね、もう本当にご飯がいくらでも食べれるっていう感じで、そうですね、ご飯がとても進みやすい、はい、いや、おさわし、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもぜひご家庭でお試しください。Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!